とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。最近これ、バブルバースターに合う専用の防具を探してます。今つけてるのが、これ、発光するイカの防具。エンチャントが、稲妻フォーカス、火炎フォーカス、クールダウンとなってます。カバンビルド専用だよね。で、カバンビルドよりも、このバブルバースターの強さを活かした防具にしたいなと思って探してたんだよね。で、一つ気づいたことがあって、この発光するイカの防具を装備した時が、バブルバースターの本当の力を引き出す気がする。うん。別にね、このイカの防具のスキルを見ると、攻撃的なスキルじゃないんだよね。どう見ても。無敵になって、イカスミ放って、15% の移動速度アップ。だよね。全然攻撃的じゃない。うん。なのに、こっち、生きたツタのアーマー、こっちも、別に攻撃的じゃないじゃない。うん。で、エンチャントは、雷と炎と、クールダウンがついてて、ほぼほぼ一緒でしょ？なのに、生きたツタのアーマーと、イカの防具では、このバブルバースターの威力が目に見えて違うんだよね。まあ、とりあえず見てみましょう。それではまずはこれだね。発光するイカの防具にバブルバースター。アーティファクトは羽だけつけてます。うん。これでバブルバースターのみの威力っていうのがわかると思うんだよね。イカの防具を装備すると、もう目に見えて強いのよ。うん。まあ、ご存知の通り。敵がね、見えた瞬間、ほぼほぼ殲滅していくっていう、このとんでもない威力。ダメージがあるのかないのかわかんないけど、とにかく即死みたいな感じで敵が、死んでいくんだよね。バッタバッタと。めちゃくちゃ強いよね。なので、これのね、特化装備があれば、いいかなと思ってたところなんだけども、これがね、不思議なことに別の装備をするとちょっと違うんだ。こっちで行きます。生きたツタのアーマーね。エンチャントは稲妻フォーカス、火炎フォーカス、クールダウン、マルチロール。ほぼほぼ変わりはありません。エンチャントも、防具のスキルも、ポーションが周りにかかってモブをトラップにかけると、アクロバットがついてるかな。うん、全然攻撃的じゃないもんね。で、これで、さっきと同じ条件なんだけども、攻撃すると、こんな感じなのよ。敵がね、まあ、確かに、倒すのは早い。早いんだけども、イカの防具の時みたいに、即死みたいにならないのよ。なんで？これ、なんでなの？すっごい不思議で。ね、もうここら辺だったらもうイカの防具だったらさ、もうバラバラバラって敵を倒してるはずなのに、全然時間がかかんない。全然倒せない。なぜだろうな。あ、ちょっと待って、キャプテンだよ、キャプテンだよ。もう別に何にもしてないんだけど、こうなっちゃうんだよね。イカの装備に変えると、ほら、バタバタバタって簡単に倒していく。なぜだろうね。これがね、本当に最近不思議。不思議だし、あの、防具をね、厳選しようと思ったところなんで、この防具がさ、もう絶対、イカの防具じゃないとダメじゃない。なので、厳選の幅が、縮まるよね。な、これの、なんだ、理由がわかる人、教えてください。俺、全然わかんない。発光するイカも、エンチャントは一緒なのよ。生きたツタのアーマーも。一緒。で、スキル自体も攻撃的ではないんだよね。うん。まあ、これ、ツタのアーマーだけじゃなくって、他の防具で試しても、この感じなのよ。どうしてもね、このイカの防具のダメージは、出せない。
もしかするとよ、もしかすると、俺がちょっと考えたんだけども、このバブルバースターとイカの防具、同じフィールドで出るよね。あの深海フィールドで。同じ場所で出るやつって、なんかセット効果みたいなのが、裏であるのかなっても思ったんだよね。まあ、ちょっとわからないんですけども、誰かこれ知ってる人がいれば教えてください。このイカの防具で使うバブルバースターの威力がなぜこんなに上がってるのか。わからない。全くわかんない。もしかするとこれはなんか不具合なのかもしれない。うん。これは修正案件なのかもしれないんだけども。ちょっとこれ知ってる人いれば教えてください。俺はもうさっぱりわかりません。はい。ということで、こんな感じでございます。で、ちょっと前の動画で、俺ね、裏技を出してたと思うのよ。この回避した瞬間に、防具を変えるってやつ。その防具が、これだね。ゴーストリーアーマーみたいな、霊体になるスキル。一瞬霊体になって、それで、防具を変えるとずっと霊体になってるってやつ。あれがどうもね、危険らしいのよ。うん。あの、ソフトが落ちやすくなったりとか、なんかデータが消えるやら、なんやら。とにかくなんかあまりやらない方がいいらしいので、注意しておいてください。まあ、出したのもなんだけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。